ビジネスに役立つ本の概要を1枚でかめと10分の音声にまとめる本を読まない読書家の三田直樹です。本日は西田初美さんの書かれました嫌な上司はスタバに誘えについてまとめています。この本を読む目的ですけれども、人間関係に奇跡を起こす秘訣が知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますので、よろしくお願いします。10ページ。願望を実現する秘訣。スポーツ選手であれば、肉体的な特性が成績に大きく影響していると考えるのが普通です。確かにそれは、スポーツに適した肉体的適性の傾向があると一般的には信じられています。ところが、ハンデとされる肉的な特徴を跳ねのけて成功しているスポーツ選手の例は、数え上げたらキリがないでしょう。逆に素晴らしい素質を持った選手が必ずしも活躍するわけではありません。素質はあるはずなのに意外に伸びない例があるかと思うと、注目されていなかった選手が思いも得られないような急成長を遂げ、あっという間にトップ選手になるケースもまた少なくありません。どれほど素晴らしい選手でも、いつも持てる最高の力を発揮できるわけではないのです。むしろ持てる力そのものではなく、その日のパフォーマンスの出来、不出来によって、成果が左右される傾向が非常に大きいのです。では何が選手の能力を成長させ、パフォーマンスを左右しているのでしょうか。結論から言うと、脳の使い方にその答えがありました。一人の選手が活躍できた秘訣を分析すると、ある変わったトレーニング方法を採用していたとか、あるいは独自の技術論や戦略を持っているといったことが話題になります。もちろんそれらのことも重要な要素ではあるのでしょう。しかし、何より私たちのベースとなっているものは思考方法なのです。一流のスポーツ選手はどの分野であっても超前向き、超ポジティブです。そして、いつでもできちゃった状態の思考をしています。できちゃった状態とは、将来のことをすでに達成したものと考える思考のことで、トレーニングしている思考法の一つであります。簡単に言うとこうです。一流のスポーツ選手は、何々の大会で勝ちたいとは考えません。これでもう勝てる、もしくはもう勝ったと考え、そして実際にイメージ通りに勝ちます。それは勝った状態で確信できるまでイメージすることで、現状とのギャップがはっきり見えてくるんです。これ必要な諸条件を整えるために、日頃の練習を積み重ねていき、試合当日までに勝った状態を作り出し、イメージした通りに勝ってしまうというわけです。成功を手に入れるために必要なのは、努力や意志の力ではなく、思考法だったのです。37ページ。嫌な上司はスタバに誘え。上司の誘いは極力受けることです。できるなら自分から上司を食事に誘ってもいいぐらいです。上司というのはやはり怖い存在です。昼休みのほっとした時間ぐらい仕事からちょっと離れたいし、ましてや怖い上司と面と向かって食事なんてと思うのもわからないではありません。でも騙されたと思って一度やってみてください。怖い上司の見方が急に変わることを気合いです。まずみんなから恐れられるほど怖い上司ほど部下から食事に誘われることなんて滅多にありません。すごく驚くはずです。そしてきっと悪い気はしません。上司から誘うときは小言を言うためだったり、説教するためだったりすることもあるでしょうし。しかしこの場合は部下から誘っているのですから、とりあえず上司は話を聞こうとするはずです。そんなとき相談事でもすると意外なほど親身になって相談に乗ったりくれたりするものです。そんなに頻繁でなくてもいいですから、たまには自分から誘ってみるといいでしょう。少し気楽な場にすればスターバックスともいいです。わざわざスターバックスに限定しているのは若者文化としての意味があるからです。この場合、部下から誘っているのですから、自分の土俵に上司を招くというのがお互いの距離を縮める一つのポイントになるのです。54ページ。口を動かす前に行動する。周りの人との関係を良くする場合、自分から歩み寄るだけでは不十分です。自分は相手のことを好きになる努力をしたとしても、相手が自分のことを嫌っていることもあるわけです。どんな部下が嫌われるかといえば、何と言っても否定的なことを言う部下です。マイナスの言葉が出てしまうということは、
頭がマイナスの感情で支配されている状態にあります。そのまま自分も辛いので、精神を少しでも紛らわせたい。いわば、自己防衛本能からマイナスの言葉が口をついて出てしまうのです。私たちの脳は五感から入ってきた情報が蓄積されていき、でも、はい、刃物危ないなどといった思考が形成されています。そして繰り返し同じ情報が入ってくることによって思考が強化されます。その時に最も強力な影響を脳に及ぼすのが自分の発する言葉です。嫌なこう仕事をするときに、ああとかため息をついたり、よか、また急な仕事だよと嫌な気持ちになる言葉を言えば、その言語情報が自分の耳から再入力されて、仕事は嫌だという思いが一層増幅されるのです。プラスのことが言えるなら有言実行でもいいのです。むしろ、そういう人の方が大きな成果を上げています。77ページ。役割ができる人間になる。気が利く人というのは周りから心象が良くなります。さらに信頼されて、いい仕事を任されることが多くなる。目配り上手な人になるには3つの要素が必要です。それは、目配り、気配り、目配りの3つです。周りで起こっている事象を察知するために、まずは目を配ることが必要になります。例えば飲食店の場合、オーダーのために店員さんを探しているお客さんや、食器やスプーンを落としたお客さんを目ざとく見つけなければなりません。その他、コップの水がなくなっていないか、トイレを探してうろうろしているお客さんがいないかなど、細かい点にまで目を配ります。これができないと、気の利かない店という評価になってしまいます。お客さんが呼んでいるのに店員がなかなか気づいてくれないようでは、もうお客さんは二度とその店に来ないでしょう。忙しいとか、お客さんが店員を呼ぶ声が小さいとか理由はあるでしょう。でもそんなことはお客さんには関係ありません。店のスタッフだったら気づかないといけないので。そうやって目を配って、周りの状況を確認し、何かの変化を敏感に察知したら、次に必要なことを口を配ることです。どうかなさいましたか？何かご用ありませんか？などと尋ねるわけです。尋ねれば相手は要望を言います。そうしたら手を配る段階に移ります。実行の行動で要望に応えることが手配りです。この3つで気配りが完成します。92ページ。プラスのイメージを連想する。会社は辛いと思っている人、でもディズニーランドは楽しいですよね。そこで、会社はディズニーランドだと置き換えてみます。会社には嫌な上司が待っていると思うと気が重いけど、会社はディズニーランドでワクワクするようなアトラクションが待っているというイメージに転換してしまえばいいのです。実際にガラると感覚が変わります。100ページ。0.2 秒でイエスと返事する。誰でも簡単に脳を超ポジティブ状態にする究極の方法をお教えしましょう。これは、スポーツ選手やビジネスマンの指導によく使う方法で、何か指示を受けた時には、返事を 0.2 秒以内にするというものです。なぜ 0.2 秒なのでしょうか？そしてこれがどんな意味を持つのでしょうか？指示を受けた瞬間から 0.2 秒以内に返事をするということは、考えて答える暇はないということを意味します。人間は五感から情報があると、まず脳にその情報が送られます。この部位は感情脳とも言われる通り、感情を司るところです。人間は合理的に考える前に、物事をまず感情で判断するわけです。そして、五感で状況をキャッチしながら、情報が到達するまでの時間は、およそ 0.1 秒かかると言われています。大脳辺縁経由下を経由した情報は、大脳新皮質に伝わります。この大脳新皮質が考える脳です。ここに、情報が到達して初めて合理的に分析して答えを出すという作業をします。ここに到達するためにさらに 0.4 秒かかると言われています。つまり五感から入った情報を分析し、考えて答えを出すのにトータルで 0.5 秒以上はかかる計算になります。従って 0.2 秒で返事をしなさいということは、何かを指示された時にいちいち考えて答えるのではなく、反射的にイエスという言葉が出るようにしなさいということなのです。117ページ。結果を他人のせいにしない。結果を自分の責任に考えることを自責と言い、他人のせいにすることを他責と言います。結果、起こったことの責任は全て自責です。少なくとも、
他人のせいにする人は超一流の人間にはいません。スポーツでも一流の選手になればなるほど、たとえどんな行き先があるにせよ、結果を素直に受け止め、自分の責任を認めます。反対に失敗を他人のせい、天候のせい、道具のせいにする人は絶対に伸びません。これ以外にも、人間関係に奇跡を起こす秘訣、具体的に紹介されておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。